みなさんこんにちは、サッキーです。今日も一緒に漢字の勉強頑張りましょう。まずはじめに、漢字には2種類の読み方があります。訓読みと音読みです。訓読みは昔から使われてきた読み方です。音読みは中国から伝わってきた読み方です。両方とも覚えましょう。それでは早速まずはじめにいきたいと思います。1、訓読みは1つ、音読みは1、いつ。そして単語もいきましょう。はい、いつ、間違えました。1と読みます。1、1日、1日、1週、1週、1月、1月、1番、1番、そして一緒、一緒、はい、そして特別な読み方もあります。よし、弟い、おととい、弟し、おととし、で、1日、はい、して例文いきます。今日は1月1日です。今日は1月1日です。友達と一緒に帰ります。友達と一緒に帰ります。もう一度言ってください。もう一度言ってください。はい、それでは次の漢字に行きます。次はこれです。2、訓読みは2つ、2、音読みは2、字。はい、単語いきたいと思います。単語は2、2つ、2つ、2人、特別な読み方もあります。2日、20日、20歳、はたち。じゃあ例文です。大学2年生です。大学2年生です。駅に人が2人います。駅に人が2人います。はい、それでは次いきます。次の漢字は3、訓読みはみ、3つ、音読みは3です。そして単語いきたいと思います。単語は3、3、3つ、
3つ。そして特別な読み方です。3日。例文いきます。明日は3日です。明日は3日です。3週間インドネシアに行きます。3週間インドネシアに行きます。それでは次いきます。次は4と言います。訓読みです。4つ。よ、音読みはしです。単語いきます。4つ。そして特別な読み方もあります。4日。例文いきます。明後日は4日です。明後日は4日です。コーヒー4つください。コーヒー4つください。はい、そして次は5。訓読みは5つ。音読みは5です。そして単語です。単語は5。5つ。そして特別な読み方です。次は5日。例文いきます。学校は週5日間あります。学校は週5日間あります。5年ベトナム語を勉強しました。5年ベトナム語を勉強しました。はい、それでは次に行きます。次は6。訓読みはむ。6つ。音読みは6と読みます。それでは単語いきます。単語6で6つ。そして特別な読み方は6日。例文です。先週は6日間学びました。先週は6日間学びました。ビール6つください。ビール6つください。はい、それでは次いきます。次は7。訓読みは7。なのか、違いますね。訓読みは7。なの、音読みは7です。では単語いきたいと思います。単語は7で7つ。
7つで、特別な読み方は7日7日そしてさらに七夕七夕です。例文は明日は七夕です。明日は七夕です。2月7日生まれです。2月7日生まれです。はい、それではどんどん次に行きます。次は8。訓読みはや、やつ、よう。音読みは8、はです。そして単語は8、8つで、やおや、やおや。そして特別な読み方は8日。例文は今日は7月8日です。今日は7月8日です。八百屋に行きます。八百屋に行きます。はい、それでは次、次は9。訓読みは9つ、音読みは9と読みます。そして単語9つで、特別な読み方は9日。例文です。9日間雨です。女子が9人います。次いきます。10。訓読みがとうと、音読みはじゅです。単語はじゅう。とうつは言いません。そして十分。10分。で、特別な読み方はします。10日。20日。で、20歳。例文です。5時10分です。十分勉強をしました。はい、ということで今日覚える漢字が終了しました。皆さん覚えてくださいね。